え、皆さんこんにちは。星野写真家、家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えっ、ー、とゴリゴリのチャンネル更新でございます。えっと今日はですね。えっ、ー、と富士フ,フィルムのカメラが生産完了になっているものが多いんですよね。xs10 とか xe4 とかですよね。結構人気のあるカメラだったと思うんですけどもまあ、そういったカメラが生産完了になるにことについて。結構。 ユーザーさんから非難を浴びてる場面をちらほら見ることがあっていやなんかちょっとまあユーザーさんもかわいそうなんですけどフジフィルムさんもかわいそうなんだなみたいな風に自分は思っててね、えー、まあそれをちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですよで最初にお伝えしておきますけど、まあ、このサブチャンネルは私結構言いたいことを言うチャンネルっていうか私はフジフィルムでプロ登録してる、まあ、FBS っていうフジフィルムプロフェッショナルサービスの 会員なんですよ。 えー、なんていう立場なんですけど、別にそのフジフィルムさんからお金をもらって、こういう動画を撮ってるんじゃないんだよっていうのは、お伝えしておきます。私、まあ、ご存知の方もいらっしゃいますけども、元メーカー、とあるメーカーの社員だったんですね。そういうメーカー社員で勤めていた背景から、ちょっとその XE4 とか XS10 はこうだったんじゃねえかなっていう、その廃盤に至る、生産完了に至る経緯ですね。そういうのをまあ邪推してですね、ちょっと皆さんに お伝えしてさせていただこうかと思うんですけどまずメーカーってあのやっぱり安く作るのが大変なわけですよ。 あのまあ、一個一個の部品からこう原価を見積もっていってトータルでこのぐらいになりますみたいなもちろんそういう計算になるんですけどもそこから利益を取らなきゃいけないわけですよね。で利益を取るにはまあ自分のところでまあ販売するのはもちろんですけど、えー、それを販売しきれるカメラ屋さんとかもあってそのカメラ屋さんもやっぱりあの商売でやってるわけですから利益を取ってるわけですよ。それぞれぞの人に 家族がいてもちろん利益を取らないと会社自体がやっていけないですから、まあ、そういう仕組みで回しているわけですけどもメーカーさんも高く作ろうと思えば別にどんだけでも高く作れるんですよでもいい性能を持っていながら安く作らなきゃいけないっていうそういうジレンマっていうかそこで切磋琢磨して常にメーカーさんって頑張って開発してらっしゃると思うんですよね。でそんな中でやっぱり競合他社との戦いっていうのがあると思います。 でフジフィルムさんも、まあ、まあシェア的にはねニコンとかキヤノンとかソニーさんとかがいて、まあ、そのシェアをまあ取っていきたいって思う中でしかもまあ、えー、APS-C 今は GFX ありますけど APS-C サイズのカメラがメインで作ってらっしゃるメーカーさんですよねそういう他社とは違うポジションでやっていきながら、まあ、どでその完全に競合しないところでね独自のところでやっていきながらそれでも他社よりもいいっていうふうに思ってもらわなきゃいけない。 で性能だけじゃなくてやっぱり価格にもねそれが現れないと高くていいカメラってまあ当然なんですよねでも高くてそこそこ安いって感じるカメラってやっぱり魅力的じゃないですかそういう風にやっていかないとシェアが取っていけないっていう感じなわけですよ。まあ、ここまででお話わかると思うんですけども えー、カメラ、まあ、商品ってそれぞれ、まあ、ペパーツがあるわけですよね、ネジ1本に対してももちろん値段がついてます、原価があります、その原価をトータルで計算して、いくいくらになりますよ、そこから販売店さんの利益これだけ、うちらの利益これだけ、えー、でそうすれば、うちの、我々の会社の社員をやっていきますよねっていう。 肝心なわけですよねえー、とやっぱりその都度その都度攻めた価格ってフジフィルムさんはやっぱね出してたと思うんですよ特に XE4XS10 はね出してたと思うんですよあのー、ああいうエントリークラスっていうのかな特に自分はね XS10 とかすごい人気あるなって本当に思うんですよねめちゃめちゃいいカメラだと思いましたし私もやっぱり使う機会が多いのであのー、で XE4 とかも やっぱりそのスナップ撮影とかされてる方とか、まあ、デザイン的にもすごい可愛かったのでねあの愛用されてる方すごく多いと思うんですよでそのカメラをたくさん販売していくためにはあのー、他社のシェアに勝っていかなきゃいけないので値段を安く出す必要があるとっていうことで結構魅力的な値段で出てきたじゃないですかそのあの2機種はだからユーザーも多かったと思うんですよねでここで円安っていうのが絡んできちゃったわけですよ で円安になると海外から調達している部品とかの値段が上がるわけですよね。ネジ本本まででで全部日本で作っってていいるメーカーカそそうそういないですよむしろ安くすればしようとするほどその汎用的なっていうか海外で大量生産してるような部品を買ってえそれで構成したえカメラっていうものでいい商品に仕上げていかなきゃいけないっていうもんだと思うんですよね。 でその中でやっぱり円安が響いてきたんじゃないですかねと思うんですよ。で原価を見、原価がどん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 、例えば値段が10万円だとして、えー、原価がまあ仮にね、5万円だとしましょう。そしたら5万その そしたら原価がどん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 膨れ上がっていって、えー、8万とか9万円になって利益が1万円しかないで私たちの利益5,000円で販売店さん5,000円でいいですかみたいな感じになるわけじゃないですかそんんなな商売やってらんないと思うんですよねだから多分続けられなくなったんだと思います。円安が影響してやっぱ作った っていく中で販売していく中で、まあ、もちろん人気があるカメラでいや皆さんあのー、すごく必要としている商品だっていうのはわかるんですけどもそれでもやっていけないぐらい多分原価が圧迫されちゃったんじゃないかなと円安のせいでねそれで生産完了っていうあの苦肉の策になったと思いますですねだからこの円安がえっ、ー、と 円安がこう落ち着かない限り、やっぱりカメラの高騰っていうか、カメラに限らず、何かしらの機材の高騰、商品の高騰ですね、社会に出回るすべての商品が値段が上がるっていうのは、やっぱ止められなくて、先日発表されたね、ソニーさんの α 7ブとか、すごくいいカメラだと思うんですけど、値段が50万超えっていうね、感じじゃないですか。それはやっぱり今のの円安の 状態での原価計算でその値段乗っけてるはずなんですよ。ねだから、もうしょうがないんですよね、これね。なんかかわいそうだなって思うのは、そういうユーザーに認められるために、自分たちの利益をちょっと削ってね、安く出していこうっていう風に、まあ、勝手にこれ、私が仮定しますけど、そういう風に、えっ、ー、と、攻めていった、フジフィルムさんが、 自分たちの利益を削って安く提供していたのに、えー、それが円安によって生きゆかなくなって生産加入になった途端に非難を浴びるっていうのは結構かわいそうだなって思っててまあ言ってしまえば最初から値段を高くしてぼったくるって言ったらちょっと言葉悪いですけど、あのー、値段を高くしてね最初からまあ円安を見越してたのかどうか分かんないですけど。 えー、利幅を大きく取ってて販売していたメーカーカさんは無傷なわけですよ何とかやって,蹴ってるわけですよねそういうところは別に非難はイメ浴びずイメージダウンもないですけどフジフィルムさんみたいに、えー、シェアと取るためにこう安く提供していくっていう判断をした企業努力をした会社に限って、えー、そういう非難とかねイメージダウンとかになるのはなかなかそのなんか。 皮肉だなっていうかこうねかわいそうだなっていう思いがあるんですよねだからまあこういう動画を撮ってるんですけどまああの皆さんもだからそういう背景が多分ねあるんじゃないかなと思うのであまりまあ富士フィルムさんのことを悪く言うのはですね、えー、あ,あまりまあ富士フィルムさんのことを悪く言わずにですね現状が回復するようにその円安が改善されるようにですね なんとか、あのー、見守っていこうじゃありませんかというなんか何を言いたいのか分かんないですけどあ多分フジフィルムさんも新しい商品、まあ、そこの2機種なくなったって売り上げダウンですから単純にだから新しい商品慌てて作ってらっしゃるのかなと思います通常だとちょっとしたけ仕様を変えてね あの液晶の大きさが変わりましたとかあのカメラのサイズが変わりましたとか動画の機能充実しましたとかそういうちょっとだけ変えてマイナーチェンジしたやつを新しくちょっと高い値段で出すっていうのが普通の手段やり方だと思うんですけどもさてどんな商品を出してくるんでしょうねこれからねただまああのー、これはフジフィルムさんだけに限らず多分これから他のメーカーに対してもどん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  えー、影響が及んでいく話だと思うので、ちょっとそういう、なんていうか、プロ写真家を名乗ってる身としてはね、やっぱりその行き先っていうのは結構心配ですよね。ただまあ、そういうですね、もうあくまで私のこれ、勝手な予想っていうか、想定っていうか、予測、邪いですよね。ですけども、えー、そういう背景があるんじゃないかなと思いますので、 えー、皆さん温かく見守ってあげましょうというか今後の新商品ね期待してあげましょうじゃあ,ありませんか、はい、という感じで、えー、今日の動画は以上になります。<laughs> 本当にかわいそうでしょうがなくてねうんまあいろいろあるんだろうけどねこう言いたいことを言っちゃうそのユーザーさんの気持ちっていうのはすごくよく分かるしうーん,なんかメーカーの方針に気に食わないよっていうそういうものの見方も非常によく分かるんですけど。 まあ背景にはそういうものがあるので、ちょっと同情し合ってもいいんじゃないのっていうのが、私の言い分ですかね。ね。うん。私が伝え、ちょっと同情し合ってもいいんじゃないのっていうのが、私が言いたいことですかね。難しい話だね。ということで、まあ、一つの意見として参考にして、えー、今日もカメラを楽しんでください。はい。というわけで、え今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけね。